WBC ワールドベースボールクラシックが今日まもなく開幕します。世界に先駆けて1次ラウンドが始まる台湾の球場から中継です。 WBC の開幕戦となるこちらキューバ対オランダの試合は台中市の球場でまもなく1時間余りでプレーボールです。で、球場にはですね、台湾のローカルグルメが味わえる屋台がずらりと並んでいまして、大会の空気を盛り上げています。で、地元台湾代表の初戦は今夜8時からなんですが、球場には6年ぶりの大会を待ちわびた大勢の観客が集まっています。很兴奋很开心因为应该算第一次看国际赛的那个赛事东京啊 東京行きたい今夜の台湾代表対パナマの観戦チケットは売り切れで、市役所であったり一部のコンビニの店内でもパブリックビューイングが行われます。代表チームは台湾で勝利して東京へ行こうをスローガンに準々決勝進出を目指しています。1次ラウンドを東京で戦う日本侍ジャパンの試合は明日からで、初戦の相手は中国です。